人には守りたいものがある。それが何かを見つけるために人は今日も旅を続ける。起撃しようなんて甘いんだよ。ありがとうございます。 SDF の隊員ならもっと迅速に対処できるはずだ。はい。あの人は一体？知らないんですか？あの人、新しく編成されたケフェウス小隊のガイ・ローレンス隊長ですよ。ケフェウス小隊？ありがとうございます。ごめんね。よかった、壊れてない。オルゴールかい？うん、このオルゴール、はるかが学校で作ったの。そうなんだ。7番ホームから特急637号が間もなく発車いたします。アルタ線惑星クオン方面へおいでのお客様はお急ぎください。もうこんな時間、本当にありがとうございました。お気をつけて。バイバイ。ユウキさんもギリアンさんも大手柄でしたね。いや、もうそれは大変だったんですから。初めに聞いてます？聞いてるよ。そのケフェス招待の隊長が捕まえてくれたんだろ。最後に捕まえたのは僕だって言ったじゃないですか。ユウキ君、その隊長ってどんな人だった？どんな人か、なんて。ガイ・ローレンス、かつてこのシリウス小隊で任務を共にした男だ。ってことは、なんかすごい人みたいね。ああ、しかしその招待状相当厳しいって噂だぜ。え、そうなんですか？あいつは自分の信念には忠実な男だからな。研修がシリウス招待でよかったわね、キリアン。どういう意味ですか？たくは。これは、もうしまっておきなさい、はるか。はい。637号から転送されてきたデータによれば、第二客車内で正体不明の植物が急速に繁殖中だ。ビッグワンが後部車両に接続後、デビッドとユキ、キリアンは第一分隊で現状の処理、ルイは乗客の救助作業に当たれ。了解。637号捕捉しました。行くぞ。はい、はい。うお、なんだこれは。知られない。出られないんだ、助けてくれ。 SDF だ、すぐに助ける。驚いてる場合じゃないぞ、救助を急げ。驚いてなんかいませんよ。
勝者の救助が最優先だ。早くビッグワンで傷の手当てを。引っ張り出せ。怪我はありませんか？助かった。まだ前の車両に人が残っている。行くぞ。はい。車内の状況は？俺は思ったより時間がかかります。できるだけ急ぐんだ。隊長、獅子らしき漂流隊多数、637号およびビッグワンに高速で接近してきます。三式空間硫酸弾装填、手砲発射。45% 消滅。漂流隊がなおも接近中。到達まで30秒。コスモバルカン走車。ケフェウス正体、キリュウです。ローレンスか。現在先行したシリウス正体が救助作業中、直接事故車両につなげたようです。飛竜は第二救援体制で現状維持。いつでもシリウス正体を支援できるようにしておけ。飛竜、後方200-1で待機。ただしに637号内を占有する植物の分析に入ります。それでいい。ルイ、この方は？あ、はい。こんな状況なんだからケフェウス正体も救助に参加してくれればいいのに。あれも立派な任務なんだぜ。俺たちが事故ったら誰が救助してくれるんだ。でも、ま、うちの隊長はああいうやり方はしないけどな。さあ、こっちはこっちでさっさと救助を終わらせるぞ。了解。いいから早く。ハルカ！大丈夫ですか？ハルカがこの奥に。助けて、お願い。何ですって？キリアンはお母さんを頼む。ユキさん、分析結果出ました。637号内の植物は熱源をエネルギーとする生命体です。熱源？637号内の温度が急激に上昇。植物が活性化し始めました。思ったより早いな。植物生命体はより高い熱源を求めビッグワンを侵食する可能性があります。637号から至急離脱を。まだ列車内には乗客と隊員が残っている。今離脱するわけにはいかん。被害が大きくなる可能性があるぞ。誰一人見捨てはしない。それがシュワンヘルト・バルジのやり方か。そうだ。ちゃん、どこにいるんだ。この曲は。はるかちゃん。お兄ちゃん。さあ、もう大丈夫だからね。行こう。隊長、最後の乗客を見つけました。ユキと乗客を収容後、直ちにビッグワンは離脱する。各員準備急げ。早く戻ってきてくださいよ、ユキさん。ユキ君、急いで。時間を稼げ。了解。目標撃破を確認。援護を続行します。
あちらさんも絶妙な援護してくれるね。こちらは発進準備よし。ゆうきさん、早く乗って。37号、自走を開始しました。自走？隊長、結城さんと乗客1名がまだ637号の中に。勝手に動いているのか、この車両。637号、応答ありません。運行 AI は植物に完全に支配されているようです。ビッグワン緊急発進、637号を追跡する。了解。ビッグワン出力再来。動輪に植物が絡まり動きません。なんてこった。落ち着け、デイビッド。飛竜の発進を確認。ヘフェウス小隊はただいまから637号の追跡に入る。頼む。直ちに植物の除去作業およびビッグワン再始動、急げ。637号の進行方向予測データ出ました。恒星ブルアーです。植物型生命体の狙いはそこか。手動でもダメか。あっ、お兄ちゃん、熱いよ。必ずお兄ちゃんの仲間が助けに来てくれる。心配はいらないからね。そこにいるやつ、聞こえるか。ローレンス隊長。637号の破壊と救出作業を同時に行う。直ちに脱出作業へ入れ。同時に行うなんて危険です。俺だけじゃなくて乗客もいるんです。シリウス正体はそんなこともできないのか。分析データではすぐにでも種子の放出が始まります。主砲射程内に目標を捕捉。やるのか、やらないのか。わかりました。遅いぞ。主砲発射。宇宙標準時人号丸丸、ケベンス招待任務終了。ありがとうございました、ローレンス隊長。やはり父親に似ているな、君は。
シニーですか？状況判断が甘すぎる。いつかは父親と同じように無駄死にするだろうな。待ってください。父さんは無駄死になんかじゃ。勝手に死ぬような人間を私は SDF の隊員とは認めない。ゆうきさんにぜひお礼を言いたいそうですよ。お兄ちゃんにだけ見せてあげるね。え？来て。これ病気のパパへのプレゼントだったの。そうだったんだ。なんか楽しそう。おいおい、焼いてるのか？違います。人は皆すれ違いながら傷つきながら旅を続ける。それでも旅をするのはきっと守りたいものを胸に秘めているから。